私たちマジカルパンチラインです。沖口ゆなです。宇佐美沙羅です。吉田遥香です。吉田智樹です。山本アンナです。本日はマジパン内でタコ紹介をしていきたいと思います。タコ、タコですか。あ、タコ、あ、タコ、あ、タコ、うねうね、どういう意味ですか。8本足、8本足があります。タコ紹介なんでタコってことですか。こちらは大王巻き込みでいろんな人が滑っちゃう前に、はい、本日はですね、それぞれ一人ずつピックアップしてって、その子についての、ね、特徴だったり性格だったりをホワイトボードにたくさん書き出して、そう、みんなにその子についてより深く知ってもらおうと思います。イエーイ。はい、メンバーでしかわからないこととか、はい、いろいろあったりもすると思うので、そういう裏側なんかも出していけたらなって思います。それでは早速やっていきましょう。やっていこう。はい、ということでまず最初は、じゃあいつもそらちゃんからだから、ゆうなからにしてみる。おお、 逆で上順で、上からで。じゃあ初期係を、あ、じゃあそらちゃんにやってもらいたい。大丈夫、怪しいけど。そらちゃん、ね、大丈夫。でも大丈夫、そらちゃん。テストは94点だ。あ、じゃあ見せてください、はい、その94点の実力を。言語文化。沖口ゆうな。沖口ゆうな。大丈夫、沖口ゆうな。名前は、それ授業中とかにみんなの名前書いてるの。ちょっと怖いと思う。サインとかも真似してる。サインとかも真似してくれてる。真似かけ。はい、出てるでしょ。じゃあまず最初は沖口ゆうなについてみんなでね、いろいろ出し合ってもらいたいと思います。はい、また自己紹介は別でやるので、自分は口出さない方針で。あ、なるほど。じゃあもう何でもかんでも言っていいってことですか。大阪の。あ、そういうこと。嘘はつかないで。ゆうなちゃんの出身の高校とかやらない。あ、出身高校とか出身高校とか住んでるしみたいな。住んでるとか一番ダメ。住んでただだったらまだいいけど、住んでるしはダメ。あ、そうですか。それはもう個人情報漏洩になっちゃうんで。最寄り駅、最寄りとかも言っちゃダメです。やばい。はい、それでは行きましょう。なんだろうね。ちょっとポンポン出しちゃってもらって。大阪の女。大阪の女。でも大阪があんまない。ぶっちゃけ結構もう関西があんま出てない。出てない。そう。みんなには見せてないだけ。じゃ私たちが関西弁になればいい。そう、みんながよりユーナの素人ポンナだと思う。東京に染まったポンナ。ポンナじゃないよ。でもさ、いろんなところにこうやってパーって帰っていい。いいよ。アラサ。確かにアラサだ。ダメだよ、ユーナちゃんは永遠の13歳。何歳？アラサはでかくないの？大阪のポンナに比べて。あ、見えるかな。東京に染まっちゃった。ピーピー。あ、プーケセ関西弁。大丈夫。本物だから。本物なの。ニンニク好きだよ。あ、ニンニク好き。確かに。さっきもペペロンチーノ食べちゃった。食べた。さっきも本当にここの部屋がもう開けた瞬間ペペロンチーノ強かったんだよね。びっくりしたよ。はい。靴下がキャラクターもの。あー、確かに。靴下屋さんとかにあるから。さらに、短い靴下。そう、短い。くるぶしソックス。くるぶしソックス。キャラクターのくるぶしソックス。そういうさ、なんかちょっとマニアックな情報を入れて。知らないかも、みんな。そうだね。そう、確かに。そう、結構履いてる。実はだって、衣装の靴とかブーツだったら、キャラクターの靴下が履いてる。シャイニーシューズの衣装の時は、もうシナモロールの靴下とか履いてます。あと、デパコソンナ。あ、確かに。このメンバーの中でも一番。うん、私はやっぱり肌に当たるものはいいものをっていうのを決めてるんで、肌につけるものはいいものを。20代後半の方からのアドバイスです。年々来るからね、やっぱりね。しみる。もう20代前半からいたわっとかないとダメらしいから。え、それじゃ関西のサイトかよ。西だよ。やばい。やばい。何が書いてあったの。本当に95点取れたの。失敗だわ。失敗でも、イベントとか出るときはちゃんとしたお洋服だけど、普段は結構ダルギーな。確かに。パーク祭。冬はパーカー。パーカー。スウェットとかできちゃう。リハとかは特にね。パーカーお姉さん。パーカーリュックでかい。もう最近リュックじゃないよ。そう、まだ。壁さんリュックがいい。いやもう。え、あの、でかいリュックが。肩凝るからもうやめたのよ、リュックは。え、あと、ゆなちゃんはベージュってイメージ。あ、ベージュ。服のイメージ。朝テンション低い。でも最近ちょっと高くない？最近ちょっとね、最近調子いいよね。疲れてんじゃない、逆に。ね、逆にそうかも。なんか休んでないのかも。あ、今日のコートはピスタチオ。あ、そうそう、ピスタチオコート。最近お気に入りだよね。今年買いました。あら、じゃあ春香が狙ってるコートはもう着ないということで。はい、ありがとうございます。ゆなのさ、着てる服をさ、なんかお下がりとしてたかってくるんだよ。この人は高い女。お下がりって普通さ、うん、ひろっからさ、
これじゃあもう着ないからあげるよって言われるもんじゃん。ゆなちゃんそれ着なくなったらくださいとか言ってでも言ったもん勝ちですよ。だってはるかゆなちゃんの青いストレートアイロンが楽しくって、うん、これ欲しいとかずっと言ってたんですよ、うん、そしたら本当にくれた。そうストレートアイロン、まあ、新しいの買ったからいらないから、だから新しいこと買ったからいらないです確かにそう、そうそ過去はるかにだけでもマジ言ったもん勝ちだから、ね、言ったもん勝ち。ゆうなちゃんといえばのさ勝手なイメージ あのペコちゃんのピン止め入れケース。そうピン止め入れケース。ゆうなちゃんはライブの時にそう絶対ピンを持ってるんですよ。そう髪だけ止めるペコちゃんのピンケース。みんなからピンたかられお姉さんで。えそうでピンお姉さんでおばあさんでいいよお姉さんで違うだけどもっとさあのリーダーとかさプロデューサーもうここに大きくリーダーのプロデューサーって書いてあげて。アラサーよりはちっちゃくていいかな。アラサーよりでかく書きなさいって大事なんだから。ピアスは3つ。ピアス3つ開いてます。右に2つ左に1つです。右に1つ。いいねこれ。なんか足目じゃない。そう足目です足目。お茶黄色いとか。あお茶じゃない、あのステージのレドリー。汚いは違う。喉にいいやつにしてんの。カメラとか撮れてないから。あとさっきまであなたたちの名前写真も撮ってたんだから。確かにそうじゃん。アラサーが一番でかいの気に食わないんだけど、うん、しかも大きく自由なよりもでかいから本当だよ。ということでメンバーから見たお気に入りはこんな感じでーす、はい、どーこんな感じ、はい、待って吸入器のところに呼吸器になってる。意外なとことかあったのかな。みんなが知らなかったの。アラサーじゃないですか。やっぱ知ってるだろ。誰もが知ってるよ。え、靴下ぐらいじゃない。確かに驚きなの。え、呼吸器じゃない。マジで本当に呼吸器やばい。じゃあもう学力がちょっと追いついてます、うん、次ははるかのタコ紹介考えていきたいと思います。はい、お願いします。じゃあ出していきましょう。白目。やっといてもらって白目。カエルカエルカエル。すすげる。カエル。ハルカエル。ハルカエル。カエル大好きって書いといてあげて。あとウーパールーパー。シャチは。ウーパールーパー。シャチ。シャチラブ。楽屋でよく曲流してる。ああ。マジパンおしゃれ番長。いいんじゃない。あら。なんかキャッチフレーズっぽい。あとはなんだろうな。手作。ちょっと。あ衣装デザインとか。手作。衣装デザイン。天才ハテナにしといて。天才過去自称。でもあの X で吉澤遥か天才ってやるといっぱい出てくる。マジ？ちょっとみんな検索してみて。調べる。あしろ予防その仕方って面白いでしょ。吉澤遥か天才。なんか過去ついてる。過去天才？天才ですよ。茶髪。茶髪ではないんだけどね。地毛だから。地毛が茶色いって書いておいてあげて。髪の毛多いって書いておいて。髪の毛少ない。いらないこと言うから逆のこと書かれちゃって。ファンの人もしかしたらはるかって髪の毛染めてる、染めることあるって多分思ってる人もいるかもしれない。そうだよね。地毛がこの色なんだよね。地毛この色なんですよ。地毛もう生まれてこの年この色だから。あの低身長って。あ、高身長だよ。高身長。中身長じゃん。中身長。低身長158センチ。ちょっと頑張って。中身長じゃん。あと撮影の時箱馬乗らされるって書いてある。すごい。だいたい一人だけ。だいたい乗ってる。うん。台に乗せられてる。あ、そうちゃん中身だけどグループではって書いてる。あ、優しい。確かに今一般的に見たらそんな別にちっちゃくはない。少ない。そうそうそう。あのよくダンス間違えるって。ダンス。歌も間違える。白いからね。今二重変。あとおバカ。おバカさん、おバカさん。いや天才なのに。え、そう。頭いいんだよ。私テスト100点だったから。学力はいいけど、あの地頭悪いって感じ。やだ。地頭悪い。一番良くない。四十五号。何だね。何45号。あのタコ紹介なんで口出さないで笑って。一番喋ってるよ。45号とか言えないんだよ。天才とかも言わないで。天才とかないの。使ってる言葉が難しい。難しくないわ、一個も。お前仕事が悪いなって。優秀の美。覚えたことは何回も使う。バーの一つ覚えて。通ったし、でも私作詞作曲得意なんですよ。タコ紹介なんで本人黙っといてもらっていいですか。一番喋るじゃん。合唱曲好き。定期的にオンマユになっちゃう。最近なってないよね。
し。あ、寂しい。あ、じゃあ切ろうかな。うん、お前はるか好きなの。定期的にオンマユ。あとなんだろうな。あ、待って、それ待って。超でっかく書かれてるよ。あ、いいね。あ、え、人のこと言えないけどね。人のこと言って覚えといてね。ね、エナジードリンク大好き。エナジードリンク大好き。いざってなると出てこないです。あれ面白いがないよ、面白いが。あ、大丈夫です。面白い女。本人黙っといてもらっていいですか。え、でも面白い女ってよく言われるよ。まあ、面白い女ではあるけど。もうここ全部面白い女だ。やだ。やだって言われる。やだ、面白い女。え、紹介をやっていきたいと思いますので、みんな後半のアップもお楽しみに。バイバイ。バイバイ。